少量。せーの、さ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。量です。少量です。ちょっと大丈夫これ？何がよ。こんな状態でそんな挨拶しちゃってさ、もう眠たいの今。いや眠たいくて、うん、寝よう。うん、いやマジで眠たい。何もしてないけどね。したよ。何？ゲーム。いや、いいんだよ。うん。休みの日だからさ、うん、横になって。うん。結構、この時期だからさ、うん。なんかもう、そろそろ梅雨にも入るし、うん。お店もやってないところも多いし、うん。もう家にいるしかなくて、うん。もうさ、やる気出せって言われてもやる気出ないと思うの。うん、こんな状況でさ。そうよ。みんなね、でも、なんかモチベーション下がるのもめっちゃわかるし。うん。だからね、そういう時はね、もう何もしない方がいいと思ってて。うん。だから何もしないの。なんかそれこそさ、ツイッターとか、うん。で、あ、やる気ない、みたいな。うん。あ、落ち込む、しょぼん、みたいな人も多いんだけど。うん。だからそういう時ってやる気出ないから無理にやる気出す必要はなくって。うん。っていうのを僕は伝えたい。うん。本当そうよ。うん。あんたいいよ。無理に外出する必要もないし。あんたいいよ。今はね。あんたいいよ。あんたいいよ。ありがとう。おやすみ。一時間くらい昼寝しようかな。うん。この俺昼寝してる間もずっとこうやって手に片手で持ってなきゃいけないの、このビデオカメラ。多分ね、絶対途中でこのカメラを顔面に落とす。いやだ、痛いなぁ、それは痛い。絶対落ちてくるよ。携帯もそうじゃん。うん、携帯よく落とすの。うん。ちょっと、ちゃんと隠して、俺もう首と顎の境目がないからさ。いや、わかる。でも寝てる時ってそうじゃない、うん、そうそうそう。だから上から綺麗にさ、うん、寝起きドッキリとかしてる人ほんとすごいと思う。うん。頭浮かせてんじゃん。頭浮かせてんのかな、うん、やばいね。多分。かゆいとこありますか？いや、大丈夫です。もっと近づいて。もう限界よ、これが。だから、うん、みんな真面目ちゃんが多い、この世の中。うん、真面目じゃなくても、縁にやでって伝えたいの。そうね。縁やで。縁やで。俺ら真面目じゃないもんな、基本。そうね。基本気にしない。普段。うん。だからこんなもう横になりながら動画撮るやつなんかやっちゃって。うん。だからまあ、ゆっくりやってくださいよ。うん。先輩。やめて。手がめっちゃ湿ってるからしょ。うん、なんて気持ちいい。うん。昼下がり。うんと。いやー、贅沢な時間。今頑張れないとしても、うん、また頑張ろうと思う時に頑張ればいいと思うし、うん、今ずっとなんだろうな、足踏み状態だったとしても、うん、気づいたら前に進んでることもあるだろうし、うん、だいたい目隠ししてさ、うん、足踏みしてたらだいたい前に進んでるじゃない、うん、それと一緒ね、そうね。というわけで、うん、おやすみ。おやすみ。
ひょにょ。お腹空いてる？普通？プリン。あ、プリン食べよう。食べるか。さっき寝る前にプリンを作ってました。送っていただいたやつがあって、牛乳でなんか混ぜればできるやつ。電気つける？わかる。わ、すごいね。でしょ？やばい、髪がのっけしてる。食べていいの？どうぞ。あ、美味しそうだよ。あ、美味しい。何味だこれは。ほうじ茶。あ、ほうじ茶だ。はい、というわけで、今回はなんだろうな。何？リオを看病する動画でした。実は看病してたの？してた、してた。リオと悩んでる人たちを看病してました、あら、ありがとうございます。はい、はい、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。めっちゃ美味しいこのプリン。まあそんな日もあるよね。そんな日もある、そんな日もあるよ。